父と暮らせばの対になる作品を残すという井上尚の構想を受け継ぎ、山田洋次が制作した映画、母と暮らせばは、長崎で被爆した母、信子と亡き息子、浩二の幽霊の交流を綴った作品。舞台、母と暮らせばは、映画をもとに、脚本を旗沢正吾、演出を栗山民也が手掛け、舞台化したもので、紳士役を富田康子、浩二役を松下浩平が務め、2018年に初演。 2021年に再演された3度目の上演となる今回も同じスタッフキャストで立ち上げられる開幕に際し栗山は何とも心安らかな稽古場でした6年前に初演の幕を開け今度で3演目安子ちゃんと公平と気心の知れたスタッフが皆集まってとても豊かで自由で真剣な稽古の毎日でした 物語は、長崎の坂の上に住む母と一人息子二人っきりの生活の上に原爆が落とされた、その三年後のお話です。人間が自ら生み出したものと、それによって滅ぼされたものについて書いた作品でもあります。毎朝テレビをつけると、この地球の上の瓦礫の街が繰り返し映し出されます。その無残で絶望的な風景は、確かに私たちの現在なのです。 歴史と今の傷跡をしっかりと見つめ続けることで、私たちのこれからを願い続けたいと思いますとコメント。富田はいよいよ初日です。再再演3度目の母と暮らせばなのに、ドキドキ、オロオロしています、笑。その一方で静かにその様子を眺めている自分がいる。変な感じです。 台本に書かれている言葉たちと稽古でのたくさんの気づきを大切にこの夏を駆け抜けます松下は今回で3度目の公演となりますが新作をやる気持ちで稽古に挑みました前回までやってきたことを大切にしながらも新鮮な気持ちでセリフと向き合うことで今まで見えなかったものや新しい発見がたくさんありましたより母と息子の暮らしが見える新しい母と暮らせ場になったと思います あの日、長崎で何があったのか、そして、そこにいた人々の声を演劇を通して皆様に感じていただけたらと思っています。笑顔と涙が詰まった作品です。ぜひご覧ください、とそれぞれ思いを述べた。上演時間は約1時間30分で、大阪公演は7月28日まで。この後本作は、 8月3、4日に沖縄、糸満市観光文化交流拠点施設シャボン玉石鹸くくる糸満、18日から31日まで東京・紀ノ国やサザンシアター高島屋ほかで上演される。